5年の歳月は GTR をどう進化させたのか。1964年鈴鹿サーキットのヘアピンで最新のレーシングマシンポルシェ904を箱のスカイラインが抜き去った時、初代 GTR の最初の伝説が始まった。1989年最強のエンジンと最先端 4WD システムの GTR が誕生した時、日本のレース界とスポーツカーの世界に第二世代の伝説が生まれた。そして今世界に向けてマルチパフォーマンススーパーカーという新しいジャンルを創造する日産 GTR が21世紀の新たな伝説を作ろうとしている。世界のスーパーカーがパフォーマンス評価のベンチマークとしているドイツニュルブルクリンク、そこで最も恐れられる高速コーナーケッセルヘンの路面がウェット状態でありながら7分38秒54という驚異的なタイムを叩き出した。さらに連続走行のラップタイムとして世界最速の7分55秒台で延べ5000キロにも及ぶ耐久テストをこなしてきた。加えて雨のアウトバーン、灼熱のフリーウェイ、雪のカントリーロードなど世界の道でそのマルチパフォーマンスを鍛え上げた。ステアリングを握るあなたはその日新たな伝説の目撃者となる。